鹿児島市の鹿児島国際大学にやってきたのは、桜島の大宝小学校の5年生と6年生の4人です。よろしくお願いします。鹿児島国際大学経済学部経営学科の中西康平准教授のゼミと大宝小学校は、2019年から共同で正代連携プロジェクトに取り組んでいます。小学生にですね、将来大学にこう入りたいとか、それからこういう大学生になりたいという、そういう憧れを持ってもらおうという、そういう目的でやっております。今日はまず大学の中で一番大きい教室で行われている講義を見学。小学校の授業とは全く違う風景を子どもたちはタブレットを使って写真に収めていました。次に向かったのは図書館です。めっちゃ大きい、広い。どんな本があるのかなどを教えてもらいながら広い図書館を回りました。日本の歴史とか、そうそう、漫画で書いてある本とかも、学研漫画とかも置いてある。学内の博物館には子どもたちもびっくり。学芸員の説明を聞きながら展示されている土器などを見ていました。バレーコート9面分の広さがあるフィールドハウスの中にも入りました。案内役を務めた渋谷水さんは教員志望です。小学生と交流することで、もちろん自分がどんな教師になりたいかとかも見えてはきたりはするとは思うので、やっぱりそういう貴重な機会ではあるかなと思います。大学のいろんな場所を見て回った後はみんなで昼食です。昨日プール掃除、みんなでするの？プール掃除は、あ、そうなんだ。昼食の後は大学と小学校の違いなどを聞き、小学生らも自分たちの学校のことを紹介しました。チャイムがないけど時間通りに行動できる。教室綺麗、ね、いいな。すごいしっかりしてて、自分たちも見習いたいなって思いました。レクリエーションの時間もあり、小学生も大学生も楽しんだ一日でした。めっちゃ大きくて、図書館とかも何回かあってびっくりしました。ゼミナルとか、なんかみんなでやって楽しそう。大学にめっちゃ行きたい気持ちが強い。今持っている夢に向かって、まあ、どのように進んだらいいのかっていうのを子どもたち自身が考えることが今回の授業の意味かなと思うので、続けていくっていうことが大事なのかなと思います。